まもなく黄色い線から切る発射位置です。黄色い線の違うまでお下がりください。ギャングバトル3、2、1。ああ、やれやれ。ゴー！すっげー！ 8200 と互角にダッシュするなんて、わたくさんの 8500 すげーやな。俺の 4051 も全然上がりだけど、桁違いだよ。そりゃそうだろう。神戸電鉄で樹くんの友達の2000に負けたことが相当ショックだったみたいで、ほとんど同じ車だったのに見せるよね。そんな時に東急のいとこに誘われて、廃車予定の8500系も自由に使っていいって。予算はなかったけどね。兄貴もすごく満足してるよ。前の2800よりも戦闘力上がったって言ってる。新規ティーズが超クリーンで新しい車だ、新しい車。ほんとやめてくんないから聞いてみよう。地上に出れば軌道はヘビーウェイトだ。どんなものも食えないから。 3VF では出力を全部使い切れない。短い路線だが、この雨が慣れないコースでどこまでモチベーションを保てる。スタミナならお坊ちゃんに負けないぜ。ゲロ吐くところまでとことんやろうや。ドライバーの勝負だぜ。ストリートファイトはハートの強い方が勝つんだ。前衛の編成が前衛と進みマッチしてる。扱いやすいパワーってわけ。それにしても上手くなってやがる。次そうだ、短期決着ってわけにはいかないぜ。楽に勝たせてくれるなんて最初から考えてなかった。腹くくっていくぞ。そうだ、私ね、免許取ったんだよ。え、そうなの？ひょっとして初生避難鑑別士免許？違うよ、公衆電気車工場車免許だよ。何それ。みんな騙されないで、そいつ偽物よ。今どこ？そうか、サンキュー。二子玉川、揃って通過したところだ。たる張り付かれてるらしい。簡単には勝たせてくれねえよな。早いからな。それにしても、この雨の中で渡るの8500についていくのか、大抵のことじゃないぜ。京子の時も思ったけど、マスコの操作が本当にうまい相手だぜ。このバトル、もつれるかもしれないな。だけど、長引けば長引く、渡りにとっては有利なんだ。ケイスケさん、やっぱすげえや。少し話したいことがあるんだけど、いいかな。独特の駆動、主言動機に反応してるな。藤原の2000回と同じコンセプト。そういや、2000回のパラクリを見破ったのもこいつだったのか。電源と進んでこのコンディションじゃうんざりするほどドンピシャだぜ。こいつは厄介かもな。よくついてくるな。波のドライバーなら呼吸切れて自滅するぜ。放出力電動機は濡れた軌道は難しい。ここは踏ん張りどころだ。頼むぜ、8500回。電源編成の後半力をなめんじゃねえぜ。一つだけ聞いてみたいことがあるんだけど。ああ、
ひょっとして地下に入ってすぐ横に並んだ時のことですか？そういうことじゃないんだよな。抜いたり抜かれたりの駆け引きには疎いし、正直言って興味もない。俺が知りたいのは単純にモチベーションの強さがどっから来るのかってことさ。雨をものともしないあの高いモチベーションは一体どこから湧いて出てくるのか。そう言われても特別なものは何もないですけど、俺だって雨は怖いしめちゃめちゃビビりながら走ってるんですよ。いや、俺が言いたいのは雨が怖いとか怖くないとかそういう次元の話じゃない。雨の怖さを理解した上で限界ギリギリのプッシュをかけるのは神経をすり減らす作業だから。長い時間集中力を持続させるためには並外れた精神力のスタミナがいる。モチベーションっていうのはそういうものだと思う。俺が言ってる気持ちの強さってのはそういう意味なんだ。俺の経験から言えば、質の高いモチベーションは質の高い目的意識がなければ生まれてこない。ただ楽しいからとか好きだからという理由で走ってるだけじゃ無理だ。プロとアマチュアの差はそういうところにある。お前の走りはプロっぽいんだ。それが俺には不思議でたまらないぞ。え？プロっぽい？俺がですか？プロといえばプロだ。大体わかった。前の俺なら切れてたかもしれねえけど、ここのとこ取り込んでたマッコンワークの特訓が役に立って、少しの我慢だ。あいつが勝ったからには俺も絶対に勝つ。うまいもんだぜ、超高等技術のマッコンワークだ。本当にこんなに上手くなりやがった。だが俺の作戦に狂いはない。これで引き離す。こちら長津だ。差は全くない。完全に追いつかれた。そう言われても自分ではよくわからないんですが、もっと上手くなりたいという気持ちはいつもあるんですが、プロっぽいというのはプロジェクト D の他の人たちの方がよっぽどプロっぽい仕事をするから、俺はとにかく足を引っ張らないように必死で走るだけです。そうか、やっぱ環境なのかもね。俺はここんとこ精神面ではスランプ気味だったんだな。何かヒントになることはないかと思ってさ。早いやつに会うとあれこれ聞いてみたくなるんだ。邪魔したな。モチベーションか。そういうのをあんまり意識しないでここまでやってきたからな。プロジェクト D の一員として動いていれば自然にやる気も出てくるし、チームそのもののモチベーションが高いってことかも。バトルになれば凌介さんのために勝ちたいということも踏まれて、一番強い気持ちは同じチームのあの人に負けたくないという気持ちなんだ。